皆さんこんにちは。関東でインストラクターをしております飯山大輔です。この DVD では初中級のエアロビクスのコリオグラフィーを5ブロックご紹介をしております。今回のテーマはストーリーテラーということで行っていきます。ストーリーテラーという言葉、最近言葉を、世の中でよく耳にすると思いますが、意味合いをご存知でしょうか。語り手、小説の語り手だったりとか、筋立ての上手な小説家などなどと言われたりしています。一つのレッスンをストーリーと考えたときに、皆さんはどんな構成をしているでしょうか。起承転結なんて言葉があったりしますが、僕自身は最近は始まりと真ん中と終わりがしっかりと締まってくると、ストーリーが成り立つと最近は持論で思っています。初めのところでしっかりとベースを作り、中間のところで気持ちよく動き、後半最後しっかりと盛り上がりどころで盛り上がる、そんなストーリーを最近は意識をしてます。そんなストーリーのエッセンスっていうものを今回は盛り込んで行っていきますので、ぜひご参考にしてみてください。それではよろしくお願いいたします。さあ、歩幅はどうですか。足を後ろで引きます。4つ開きましょう。さあ歩き続けます。移動の際少し慣れてきたら歩幅もチェックしながら、ちょっと広めでも大丈夫です。はい、行きましょうと思います。タッチタンタンタタンです。さあもう一回行きましょうか。反対タッチ。さあそして動きが一個ずつ加わっていきます。だから形を作ってから少し変化に変えていきます。5、6、7。はい、このつま先タッチ今度変わっていきます。よりちょっとスタジオの中を広く使っていくような動作になります。 V。 さあここまでの流れができてきたらビハインド、次少しリズムが入ります。4、3ステップタッチ。射精1回だけ、ここが膝を2回です。ステップタッチ、膝が2回です。